速報、滝沢秀明率いる戸部がチケット転売に宣戦布告。本人確認厳格化でファンは歓喜。その訳とは、ナンバーアンダーライン愛思い切ってくれてそれを事前にお知らせしてくれてありがとうございます。戸部の公式発表は、日本のエンターテインメント業界において重要なメッセージを発信しています。これは、ファンとの間に築かれてきた信頼と相互尊重の上に成り立つ関係を守るために、 現代の問題に対処しなければならないという状況に直面していることを示しています。具体的には、コンサートチケットの転売問題についての取り組みが強化されることが発表されました。この問題は、長年にわたりエンターテインメント業界全体で悩まされてきた課題であり、ファンが高額なチケットを購入することで本来の楽しみ方が損なわれることや、悪質な転売業者が利益を得ることが問題視されています。トベは この問題に真剣に取り組む姿勢を示し、より良いファン体験を提供するために、入場時の本人確認の厳格化という具体的な措置を講じることを決定しました。本人確認の実施は、ファンにとっては一見手間がかかるように思えるかもしれませんが、これはチケット転売問題に対処するための重要な一歩です。転売業者によって不当にチケットが入手され、純粋にコンサートを楽しみたいファンが参加できなくなるという事態を避けるために、 本人確認の徹底が必要不可欠ですこのような厳しい措置を導入することは、運営側にとっても決して容易ではなく、多大な労力とコストがかかることが予想されますが、それでも戸ベはファンのために最善の環境を提供するために動いています。ファンの声を尊重し、共感を持って対応している滝沢秀明氏の姿勢は、多くのファンに感謝されており、その真摯な姿勢は、ファンとの絆をより強固なものにしています。 ファンの多くは、今回の本人確認の導入が発表された際に、応援のメッセージを送っており、厳格な措置に対しても協力を惜しまないという姿勢を示しています。これは、ファンがただエンターテインメントを消費するだけでなく、アーティストやその運営チームとの競争の一環としてライブに参加しているという意識の表れでもあります。しかしながら、本人確認の導入に伴い、一部のファンからは懸念の声も上がっています。 例えば、代表者が当日行けなくなった場合、同行者が入場できるのか、または他の救済措置があるのかなど、具体的な運営方法についての質問が寄せられています。このような不安に対して、戸辺は透明性を持って対応し、できる限りファンが安心してイベントに参加できるよう調整していることが伝わっています。このような状況において、戸辺の対応は日本のエンターテインメント業界における一つの模範となりつつあります。 他のアーティストやイベント運営も、同様の転売対策を講じることが求められる中で、ファンとアーティストの間に健全な関係を維持するための具体的な方策を示しています。本人確認を徹底することで、チケットの適正な取引が促進され、ファンがより公平にイベントに参加できる環境が整備されることが期待されています。一方で、このような厳しい対策がファンに与える影響も考慮する必要があります。 本人確認の厳格化に伴い、ファンの中には複雑な手続きに不安を感じる人もいるかもしれません。しかし、これらの対策は、転売業者による不正行為を防ぐために不可欠であり、長期的にはファンの利益を守ることにつながるものです。ファンの多くは、この方針に理解を示し、正規のルートでチケットを購入し、イベントに参加することの重要性を再認識しています。また、 トベがこの問題に取り組む姿勢は、エンターテインメント業界全体に対しても強いメッセージを発しています。特に、日本の音楽業界では、ライブイベントがファンとの直接的な接点として非常に重要な役割を果たしており、その価値を守るためには、チケットの適正な取引を確保することが必要不可欠です。トベのような大手エンターテインメント事務所が率先してこの問題に取り組むことで、 業界全体が同様の対策を講じることが促進される可能性があります。また、戸辺の対応はファンからも非常に高く評価されています。多くのファンが SNS などで感謝の気持ちを表明しており、滝沢氏の真摯な姿勢に感動しているという声も多く聞かれます。特に、ファンのために尽力しているという滝沢氏のメッセージが、ファン一人一人に強く響いていることがわかります。 このような直接的なコミュニケーションは、ファンとの信頼関係を強化するための重要な要素となっており、戸ベがファンと共に成長していく姿勢を示しています。結論として、戸ベが発表したチケット転売対策は、ファンの利益を守り、健全なエンターテインメント体験を提供するために重要な一歩であるといえます。本人確認の厳格化は、一部のファンにとっては手間がかかるかもしれませんが、 長期的には転売業者による不正行為を防ぎ、より多くのファンが公正にイベントに参加できる環境を作り出すことにつながります。このような取り組みは、エンターテインメント業界全体にとっても重要な課題であり、他のアーティストやイベント運営も同様の対策を講じることが求められるでしょう。ファンとの絆を大切にし、常にファンのことを第一に考えて行動するトベの姿勢は、今後も多くの支持を集めることが予想されます。 そして、戸部が示したこの転売対策の取り組みが、より多くのファンにとって公平で楽しいエンターテインメント体験を提供するための新たなスタンダードとなることを期待しています。戸部の取り組みは、単なる転売対策にとどまらず、ファンの期待に応えるための包括的な方針を示しています。これまでエンターテインメント業界では、転売問題は放置されがちであり、特にライブイベントにおいてはチケットの不正取引が横行していました。 多くのファンが正規ルートでチケットを入手できず、不正に高額なチケットを購入せざるを得ない状況に追い込まれてきたのです。これにより、本来の目的であるアーティストとの交流やライブ体験が損なわれ、転売業者が利益を得るという不公平な構図が生じていました。今回のトベによる本人確認の強化は、そのような不正行為を未然に防ぐための重要なステップであり、 ライブにおいて真のファンが公平に参加できる環境を整えるためのものです。戸部が発表した入場時の本人確認は、システム面の対策と運営チームの努力を合わせたものであり、決して簡単なプロセスではありません。ファンの中には、このような厳格な措置が導入されることで、当日の手続きが煩雑になり、ライブ参加へのハードルが上がると感じる人もいるかもしれませんが、長期的な視点で見れば、 これはファン全体の利益を守るための必要な措置です。また、戸ベは今回の対策を通じて、より大規模なライブイベントでも導入可能な仕組みを模索していることが示唆されています。転売業者にとっては、本人確認の徹底が大きな障害となるため、これにより不正取引が減少することが期待されています。これにより、ファンは正規の価格でチケットを購入し、安心してライブに参加することができるようになります。 さらに、このような取り組みが広がることで、日本のエンターテインメント業界全体における健全な競争と、公正なチケット販売の環境が整備されていくことが期待されます。ファンの反応を見ると、滝沢秀明氏や戸部のスタッフに対して感謝の声が多く寄せられています。ファンは、アーティストとの距離感が縮まることに喜びを感じており、今回の転売対策に対しても積極的に協力する姿勢を見せています。 特に、滝沢氏が直接ファンにメッセージを発信し、対策の意図を丁寧に説明している点は、ファンとの信頼関係を強化するための大きな要因となっています。これは、単にビジネス上の対策にとどまらず、ファン一人一人の声に耳を傾け、彼らの期待に応えるための誠実な姿勢を示しているからこそ、これほどの支持を得ているのです。さらに、戸辺のこの対応は、 エンターテインメント業界における新しいファンとの関わり方を提案しているともいえます。従来、ライブイベントはチケットを購入し、当日に会場へ行くだけの一方的な体験とされがちでしたが、現在では SNS を通じたアーティストとの双方向のコミュニケーションが一般化し、ファンはイベント型になる鑑賞ではなく、アーティストとの共有体験として捉えるようになっています。このような変化に対応し ファンとのつながりを大切にする運営方針を打ち出すことで、トベはエンターテインメントの未来を切り開いているのです。また、今回の対策がもたらすもう一つの側面として、チケット販売の透明性が挙げられます。これまで、チケット販売の過程で不正が行われることが多々ありましたが、本人確認の導入により、その透明性が大幅に向上することが期待されています。ファンは、 チケットが適正な価格で正当に流通していることに安心感を持つことができ、運営側もその取引の管理がしやすくなるでしょう。これは、ライブイベントの運営において信頼性を高め、ファンと運営側の信頼関係を強固にするための重要な要素です。もちろん、すべてのファンが今回の対策に満足しているわけではありません。一部のファンは、急な予定変更や不足の事態により、 当日にライブに参加できなくなる可能性を懸念しています。例えば、代表者が休病や仕事の都合でライブに行けなくなった場合、同行者も入場できなくなるのか、という不安の声が上げられています。これに対してトベは、分配システムなどの柔軟な対応策を検討していることを示しており、ファンの不安を和らげるための取り組みが進められています。こうした対応は、運営側がファンの意見に耳を傾け、 可能な限り迅速かつ適切に対応する姿勢を示していることを裏付けています。最後に、戸辺のこの取り組みは、エンターテインメント業界全体に対して大きな影響を与える可能性があります。日本のみならず、世界中で同様の問題が存在しており、転売問題に対する取り組みは国際的にも注目を集めています。戸辺が示したような対策が、他のアーティストやイベント運営にも波及し、 業界全体が健全な成長を遂げるための道筋を示すことが期待されています。これにより、ファンは安心してアーティストのパフォーマンスを楽しむことができ、運営側も信頼性の高いイベントを提供することが可能となります。戸部の今回の決断は、チケット転売問題に対する真剣な取り組みであり、ファンとの信頼関係を守るための重要なステップです。滝沢秀明氏をはじめとする戸部のスタッフは、 ファンの声に耳を傾け、共に未来を築くための誠実な姿勢を示しています。今回の本人確認の導入は、ファンにとって一時的な不便さを伴うかもしれませんが、長期的にはより公平で安心してライブを楽しめる環境を提供するための重要な措置です。エンターテインメント業界全体がこのような前向きな変革を遂げることで、アーティストとファンの関係がより強固なものとなり、さらに多くの素晴らしい体験が生まれることでしょう。